はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は、スパーク近本選手狙って累計開封やっていきたいと思います。はい、というわけでね、エージェントエースの累計にあったスパーク第1弾の契約書を獲得することができたんで、今回近本選手狙って引いていきたいと思います。それでは引いていきましょう。お願いします。というわけで、まあ、近本選手ね、まだセンターなんで、登場してないとシリーズ2で、まあ、ミート総力ね、A 同値狙えて、さらにね、今回からセンター A に戻ったというところでね、まあ、一早くここでゲットできたら嬉しいかなと思います。というわけで、割れて、近本選手が 8.3% できますよ、と松本剛さんでした。バットコントロール部門1位、おめでとうございます。ご視聴、ありがとうございました。